方向なって第7レースの発走です。さあ最内1番の金子哲弘がゆっくり前取りに出ました。3番の小竹洋平がただいま2番手、そしてその後ろには早速地元7番中野浩二がマークに入りました。4番手から2番の柴田隆二が2車車を進めれば、最後尾から5番の三井武史が前段まで位置を上げていきます。1負担5、まずは東日本ラインが前段で、西別線小竹ラインが4、5番手、そして4番の増田仁志、6番田川達志の増田ラインは6、7番手です。これで一列棒上で4コーナーを回ります。1番の金子が先頭です。シードメンバーの軌道型人気の軸に押されました。追っていくのは2番の柴田隆二、そして5番三井武史の難関勢、三井は3番手で折り合いました。2周回で1コーナーから2コーナーへと向かいます。3番の小竹、7番の地元中野、後手に回らないまずは立ち回りと行きたいところ、そして4番の増田、今節も準決勝戦壁になってしまいましたが手応えはあったようです。6番の追走田川は中身鋭く追い込んで突き抜けての1着でした。この後方増田ラインが動いて一本棒崩れました。2センターから4コーナー、4番の増田が田川を連れて車を前へと上げていきます。1番の金子はどうするか、前受けからさあ突っ張ろうと踏み込んだ4番の増田が前に出ました。1番の金子は落ち着いて車を引いて、外には3番の小竹がいまして、1番の金子は内に詰まる競争は避けて5番手まで下げ切ります。2コーナーからバックへ向かいます。4番の増田先頭で出し戻3コーナーです。さあ1番の金子は一旦下げて打力をつけての反撃です。2センターから4コーナーへと向かいます。さあ1番の金子が4番の増田をホーム手前へ叩き切りました。2番の柴田、5番の三井まで東日本の遠征トリオができりまして、3番の小竹が4番手をキープ、も地元7番中野連結外れました。さあ2コーナーからバックへ向かっていく、ただいま増田が5番手、バック線を通過、3コーナーは1本棒、1番の金子、2番の柴田、5番の三井、3人で決まるか、4番手から3番の小竹、外を踏んで伸びるか、どこまで伸びるか直線、さあ1番の金子踏ん張るもどうか、振り切ったでしょうか。2番の柴田、さらには3番の小竹、若い茶番の3人での上位争いであった模様。リプレイ映像はクライマックス、1番の金子哲弘が直マーク、2番の柴田の追い込みをどうやら振り切った模様。2番柴田隆二が2着、東のワンツーで、最後3番小竹が外のみての3着入線は1番2番3番です。決定までしばらくお待ちください。第7レースでした。